え、マジでどこまで来るんこいつ。ちょ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 。守れや。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ね、めちゃくちゃ久しぶりにあのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやっていくんだけども、いや、なんか最近さ、あの新しいやつが発売されたやん。何やったっけ、ティアーズオブキングダムやった、そんな名前やったっけ。なんか違うかもしれん。なんか略でティアキンって書いてるな、見た。このゼルダなんやけど、実はね、今動画で上がっとる部分より、実は進めとったんやけど、なんか、データがぶっ飛んだらしくって、データがぶっ飛んだ後ね、まあ、もちろん動画には上がらず、データがないわけやけんね。で、ゲーム自体のデータ自体もね、言い過ぎだ。ゲーム自体のデータも消えとったんやけど、まあ、一応そこは、まあ、私は時間がかかるってことで、その動画の場所まで持っていくのに時間がかかるってことで、アスムが、私が進めとったところまで、ブワーって、まあ、あの、プレイして持ってきてくれたっていうことなんで、私はそこからちょっとやっていきたいと思うんやけど、ただ、もう、なんだ?何年前だ?ただでさえね、もうなんか次々ゲームやっていって、あの、マジで、記憶があっという間に消えていく中、確実に数年前よね。めっちゃ前やと思うんやけど、全く記憶がない、です。どういうストーリーかも、全く記憶がないけど、とりあえず手探りでちょっとやっていこうと思います。もちろん、何?操作方法とかも覚えてないけん。その辺も。あと多分ね、待って、メニュー画面すらどうやって開くんかわからんな。プラスか?あ、プラスだな。もちろん持っとる武器とかも、まあ、全然違うと、思うけん。なんかこんなゴテゴテした格好しとったんやっけ。あ、一応ここで操作方法がわかるやな。シーカーストーン。シーカーストーンってあれか?ワープするやつやっけ。移動する押し込みしゃがむ。アイテム切り替え。武器切り替え。口笛を吹く。口笛吹いたらなんだ?エポナが来るんか?注目アイテム使う。アイテム使う ?L?何アイテム使うって。あ、要はアイテム切り替え、セットしてるやつってこと?ポーズメニュー、ジャンプ。ジャンプ。攻撃。攻撃 Y ボタン。アクション。あ、要は話しかけるとか、そういうこと?しまう。しまう?あ、持ったアイテムってことかな。カメラ操作、押し込み望遠鏡。弓矢を放つ、武器を投げる。もう確実に覚えられん。とりあえず Y で攻撃ね。なんか出てきた。なんか出てきたぞ。なんかあれじゃなかった?最後の神獣が、最後の神獣を残すのみみたいな感じじゃなかったっけ?これはあのなんか点滅しよるところが次の目的地なんかな?一応なんか、何やっけ?さっきここからスタートしたよね。ここからスタートしたよね。ここから道なりに行ったら、多分、ストーリーが進むはず、みたいなことを言われたんだけど、ここから道なりってどういうこと?そもそもここ道じゃないんやけど、こっちに出たんでいいんかな。この道を行ったらいいってことなんか?わからん。なんか人が歩きよる。とりあえず行こう。なに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 ?なんかおったよ、今。消えた。ま、とりあえず、もうあれやけん。なんかめっちゃでかいやつら歩きよんやけど。なにあれ。もう前プレイしよったとかいうことはもう忘れて、
まあ、あの、基本的に初見みたいな反応やけん。マジで記憶がないんで。誰ですか？地図を見ようか噛んでいこうか悩める男ダイエトール。そんな自己紹介。なんか、なんだ、シワか？ほうれい線か？ナルトみたいな跡があるんかと思った。そうは言っても火山道、迷わず地図を見て迷わないようにしないとね。うんうん。このゴロン族は？お月のもの？火山道は暑くてゴロン族以外には危険ゴロよ。ゴロンシティに行くなら大火の準備ゴロよ。以上、忠告せずにはおられないゴロ。あ、商売しなきゃ。オラの売り物見てってゴロ。大火、準備しとんかな。貴重な鉱石が揃っているゴロ。ゆっくり見ていくといいゴロ。なんかあれか？何でもお任せゴロ。あ、大丈夫です。またどこかで会うゴロね。大火の準備っていうのは？着るものとかそういうこと？違う違う。あれ？あ、こっちか。今何着てんの？英傑の服？これ青になってるやつが着てるやつってことよね。これが、寒さガード。暑さは暑さ。ああ、こんな格好とかあったな。宿女のマスク？女もんやったんか。ラバーキャップ。これはエレキガード。鬼人帽子。こんなん持っとったんやっけ。まあ、多分、あの時、前の私が持ってなかったものとかも持ってる、やろうとは思うんやけど。でもあれよね。多分、ストーリー上で得るものは一緒なはずやけん。あれ？なんか、炎に強い感じのものは私持ってなかったっけ？食べ物とかでしのいどったんかな？ん？いや、寒さは食べ物でしのげるけど、暑さもしのげるんか？デスマウンテン1号目登山口。私、生きよる方向あっとんかな？何？ゴロンシティに行くの？私は。デスマウンテン登山口。いや、もうマジで分かってない。もうそれって何も分からず突き進んでいくけど。これ、熱い場所まで、なんか耐えられんような熱い場所に来たら、なんかゲージ出るんやっけ。え、何？鳥？すぐビビる。いや、でもあれやな。いや、今さ、うぃー、びっくりー。今あの、同時進行で、うぃー、なになになに、揺れないで。あの、64、うぃー !64 のさ、ムジュラの仮面をやりよるわけやけど、やっぱあの、え、なに？心臓の音が。なんか鳥がおるよ。あの、絵が綺麗になったことによってさ、なに？攻撃される？されない？絵が綺麗になったことによって、かわいい。違う違う。あの、不気味さはなくなったよね。いい感じ。あ、なんか、おったな、ああいうの。いやー、なに？怖い、怖い、怖い。やめてー。え、これ、いやー！助けてー。違うんだって。いやー！うわ、めっちゃ一気に体力なくなったんですけど。ねえ、ジャンプってどうやるんです？いやー！何？誰？なんか回復したけど。ちょ、怖い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 。無理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 。死ぬって。違う、弓じゃないんだ。ねえ、ジャンプとかってどうやってやるの？ X。違う、これ Y。何？試練の祠を感知。ねえ、ダッシュは？ダッシュとかないん？ないやん。え、このスピード？ずっとこんなスピード感やったっけ？ B ダッシュとかないんやね、しまう。あ、待って。死んだ死んだ。なんか回復した。ねえ、私どんどん回復アイテム使いよらん？絶対めっちゃ無駄なことしよるって。死んだよ。え、生き返った。え、どういう状態？あと何回生き返れるの私。絶対めちゃくちゃ無駄遣いしよるって。多分、アスムがめっちゃ集めてくれたやつ、一気に私使い切ったよ。
ねえ、あれどうやってやっつけるマジで。やっつけれるあれ。無理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 。ねえ、体力1500もあるやん。違う、そんなんで避けれるわけないやろ。無理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 。ねえ、こいつどうやってやっつけたらいい？全然ダメージ与えれてなかった。ねえ、こんな動きのろかったっけ？武器のせい？ねえ、全然だ、助けてくれよ、こっちなんですけど。君を助けてる余裕なんかないんすよ。何今のアップになった。こいつって剣で攻撃できんの？何のダメージも与えれてないよね。爆弾？ほら、弓矢でも攻撃できんや。なんか技みたいなのあったっけ？なんか燃えた。来てない？あのちっちゃい赤いやつが、あれかな、ガーディアンかな。めっちゃ追いかけてくるやん。どこまで追いかけてくる感じ、こいつ。やめてや。いやー、マジでどこまで来るん、こいつ。ちょ。守れや。B でダッシュできるやん。もうそっか、一応ゲージがあるんやな。ちょ。マジでさ、何？私、視界に入りました？どこまでも追いかけてくるし、転がり落ちるんですけど、やめてくれる？何君、敵？ちょ、進まない。邪魔。違う。やめて。怖っ。待って、どこまで追いかけてくるんすか？もういいって。もう来てない？でも体力めっちゃ減ったよ。ちょっと、回復させて。回復ってどうやってやるんやった？あ、めっちゃ戻っていきよる。ね、見て、あれマップ。めっちゃあのガーディアン戻っていきよるよ。一応、ここまでしか追いかけれんみたいなのあるんやな、きっと。ふぅ、死ぬかと思った。でもさ、中途半端に生き残ったけんさ、めっちゃ体力減ったんやけど。でも一応この道なりに行ったらいいんやろ？次またあいつ出てくるかな？やだわ。なんか宝箱ある。へぇーい！やめとく。今ちょっととりあえず、無事に目的地に、つけるようにを優先しよう。どこなのこれ。なんか道外れてない？なんか思いっきり道外れてない？ねえ、ちょっと。これで道に戻れるかな？なんか暑そう。めっちゃ暑そうよ。いやー、燃えてる。ね、体燃えてるけど大丈夫？うわ、ひー、うわー、終わったー。あ、でもここは熱くないっぽい。でもこれなんか見つからの時間の問題じゃない？確実に。へー、ほら飛ぶのってどうやってやるんやっけ？なんか飛べたよね、これ。確か。ねえ、ガーディアンさ、乗っけて。乗っけて。ねえ、飛ぶのってどうやって、どれ？特殊アクションか？どれやねん。ないやん。なんなんこのハテナ。違うな。オプション。違う。飛べたよね。飛べんかったっけ。飛べたと思うんやけど。次の目的地これ。違うな。残すところあと10箇所って書いてるけん、これは、あ
れでもメインチャ、何メインチャレンジって、メインストーリーのことかではなく、思い出した記憶。全然思い出してないやん。こんな感じやったっけ？これは、でもこれがメインストーリー？全然まだまだやん。やばくない？こんな感じやった？違うな。コンプリートなんか。この黒くなってるのがコンプリートなんやね。なるほど。びっくりした。いや、なんかこの辺の男子禁制の街とか、なんとなくうっすらやったような記憶があったのに。しかもね、あと真珠一体じゃなかったとか言ったくせに、こんなにストーリー残ったんかと思った。ビビる。次これってこと？かかりこ村とかめちゃくちゃ懐かしいやん。かかりこ村やろ？かかりこ村ってあれよね。リンクが小さい頃おったとこやろ？違ったっけ？あっとるよね。な、64で見たよ。あれで。あれあれ。あれあれ。待って。これマップってどうやって見るんだ？ああ、道的にはこっちなのか。うわ、死ぬ。超死にそう。あれじゃない？体力減る速度半端なくない？やっぱこれ絶対、ちょっと待って。これか、こっちか。この辺になんかあれなんじゃない？うわ、めっちゃアイテムある。あざす。あざす。絶対なんかあれよね。その、炎耐性がつく。この辺か？これや！これこれ！もう体力めっちゃ少ないぞ。何これ、6分持つってこと？ 6 分だいぶ持つね。ちょっと体力回復してからにしよっかな。何これ、微妙な料理。でも体力2回復するよ、これ。微妙や。完全回復するよ、マックス焼き山菜。でもどうしよっかな。とりあえずなんか、歩数多そうなやつ使おう。ふふ。焼き忍びたにし。よし、これで全回復した。で、あとは、燃えず薬。めっちゃそのまんまの名前。飲む。これどこで作れるんやろうな。この6分の間に抜けれるか。待って、なんかめっちゃ吸い込まれるわけではないんかな。ね、これ行き止まりじゃない？ね、怖いって、なんか迫っとるような。何、五大古木のマグロ。なんか敵現れてます、もしかして。確実に敵現れてますよね。後ろにボスいる、もしかして。私の背後に何かいます？今なら振り返れるか。なんかおるんやけど、あれ倒せずにいける感じ。倒さずに行けたわ。通り抜けれるんすね。よかったよかった。どっから現れたん、あいつ。溶岩の中から現れた、あれ。何かありそうだな。デスマウンテン3号目、南採掘場。3号目までやってきたよ。南採掘場。この辺人がいる。かわいい。やっほー。ぷぷんだ。僕の顔に何かついてる頃？君は？僕？ププンだ。名前の最後がだだね。だから何？腕っぷし強い？強い頃。でもグレーダ兄ちゃんはもっと強い頃よ。名前の最後がだっていうのに何かあったんやっけ？ゴロンシティという名前は別に載ってないの？載せろや、地図に。この辺りってことかな？なんとなく。わちゃっとした辺り。まあ、おそらくそうなんだろう。なんかガーディアン現れそうな気がしてきた。なんかあれ、残骸あるし。とりあえず。でも一応さっき、なんか、サブクエクリアしたけん。
多分、やられたとしたら、あそこでセーブはされたと思うんやけど、じゃないとね、またあのトカゲ探しからとかいうことないよね。デスマウンテン4号目、この先ゴロンシティ。イエーイ！絶対ゴロンシティに着く前になんかおると思うんやけど、大丈夫そう？いける？真ん中わーって行きよったらなんか敵現れそうな気がするけど。ね、このマーク何？さっきもあったよね、下に。あの、ちょっと寒そうなところ。あれ、なんなんやろ？前の私、あのマーク見てなんかしよった？なに？なに？なに？え、怖い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 。え？え？てて。熱い熱い熱い。死ぬ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 。なになになに急に。なんなの？火山が噴火した？ちょ、待って。自分の声にもビビったんですけど。とりあえず見かけたら捕まえることにしとくか。え、なになに？どうした？私に乗ってじゃないよね。なんかそれぐらいの感覚で近づいてきたけど。う、う、何？え、もう確実になんか出てくるやん。違う？なんか、うわ、なんかおるよ。あれ？真珠。ぽくない？ぽくない？でも真珠のやっつけ方というか、ガーディアンすらやっつけ方がよくわかってないんやけど。え、怖い怖い怖い。トカゲや、トカゲ。どうやって攻撃したらいいんやろうな。今度はあいつをやっつけるんか。結構距離あるな。ゴロンシティを抜けたところってことか？多分手前にあるよね、ゴロンシティ。なるほど。とりあえず、こいつですよっていうムービーが流れただけね。多分、ここゴロンシティの入り口ってことやろ。ほら、おるしなんか。どうせやったらあれよ。いいよって兜も買おうや。うおほん。よくぞ参られたリンク殿。名前が知られている。どうしてそれを。そんなことより君、さっきの火山弾大丈夫だった頃？私の名前を知っている理由を言えよ。あの火山弾のせいでお客さんが減っちゃって、英傑様ごっこでもしてないと暇で暇で。英傑様ごっこ。かわいい。あ、さっきのってあの神獣が撃った弾ってこと？もしかして。めっちゃ遠くまで飛んでくるやん。ちなみにリンクというのは100年前、町の英傑、ダルキル様と共に戦ったハエリア人頃。詳しいことは奥の組長でも聞くといい頃。あ、私の名前を知っとるわけではなく、ごっこをしよったっていうことね。なるほど。まあ、リンクなんですけどね、私が。え、この、ゼルダってどういう設定やっけ？その、なんか、何百年前とかにおったリンクが、そのままこのリンクってことよね。あったんよね、その解釈で。客。旅の人頃？だったらいいところを紹介する頃。ついてくる頃。こっち頃。なになに？重い腰を持ち上げて。待って、普通に歩いて連れてってくれ。どこ？ここ頃。防具屋頃。お！最近デスマウンテンに神獣バルーダニアってのが現れてね。この辺も暑くなったし、お客さんにはここで耐火防具を買ってもらってる頃よ。なるほど。じゃあさっきのあれがクリアできんかったら、買ったとしたらここで買えばいいってことなんやね。同じやし、ほら。はい。はい。おー、ごっついなー。武器もやし、ごっついなー。鼻くそほじってんじゃないよ。よし。うるさいな、さっきから。試練の祠？かわいい。お宿はこちら。そっか、話しうる間も、いろんな方向を見れるんやな。旅の人、旅の疲れを癒すなら泊まっていく頃。ここって？ここはゴロンのお宿。民宿ゴロゴロゴロ。ゴロゴロゴロ。見ての通りのデスマウンテンビュー。と言いたいところなんだが、組長のお家が邪魔で見えない頃ね。いかんやん。その代わりと言っちゃなんだか、俺様のマッサージ付きコースがある頃。え？骨とかバキバキに折れん？大丈夫？ま、とにかく泊まっていけばいい頃。あ、でもだいぶ、え、体力思ったよりないな。どうした？あんなに減ったっけ？え、なんであんなに減った？あ、あれか。
火山弾とかいうやつ、うん、今だいぶお金なくなったんやけど大丈夫そう。お、こんな朝からナンパかしら。違います。そう、残念ね。あなたは？私はラメラ。めっちゃ燃えそうな名前。見ての通りゲルド地方の出身よ。ゴロンシティで取れる宝石を仕入れに来たの。でも今は火山弾が邪魔で仕事ができないの。どうしたの？そんなにゲルドの女が珍しい？熱くないの？いや、熱っつってさっき言ったけどね。ああ、私、燃え細工を塗ってるから。いいわよ、これ。え、うわ、腹筋バッキバキ、かっけえ。燃え細工ならゴロンの子が売ってるし、あなたも買って使うといいわ。え、大丈夫。私、耐火防具着とるけん。ここの暑さから解放されるなら、お金を惜しまないつもりよ。やっぱそれが一番よね。その場所その場所にあった格好しとこう。それが大事だと思います。じゃあ、ゴロン式マッサージ付きをお願いします。マッサージ付きでいつまでゴロゴロするゴロ？朝まで。じゃあ、岩ベッドで横になるゴロよ。お願いしまーす。おーい、ボイコン。頼んだぞ。あいよ、兄貴。兄弟。おはようゴロ。マッサージ、どうだったゴロ？それでは行ってらっしゃいゴロ。大丈夫？骨とか折れてないっすか？怖いわ。めっちゃ可愛い、ちっちゃい。で、組長の家っていうのはこれかな？おー。アイパッチつけとるよ。あ、なんかあるっぽいな。チックショー、ルーダニアの野郎。どうしたの？最近ルーダニアが暴れ出したせいで、デスマウンテンの噴火が激しくてな。ルーダニアっていうのはあれよね。あのさっきの神獣のことよね。ルーダニアってのはあそこにいるやつだぜ。100年前は俺たちの守り神だったらしいがよ。あいつのせいで採掘はできねえわ、客足は減るわで困ってんで。毎度毎度大砲で囲い追っ払ってんだが。まず出てきやがった。大砲が必要ということかな。大丈夫？ぎっくり腰？すげえ音したよ。いちちちちち、ちょっと腰痛がな。で、あの左側のさ、なんか変なお地蔵さんみたいなやつ、あれは何か大事なものやったよっけ？大事なものやったっけあれ。っていうか誰でい？旅のものです。そうか、わざわざ俺に挨拶に来たってわけだな。俺の名はブルドー、ナッコマダマル、ゴロン組組長ブルドーとは俺のことよ。これからまたルーダニアを追っ払うんだが腰が痛くてな。しかしユンボーの野郎、早く戻らねえか。ユンボーって？ユンボーってのは、いつも俺とルーダニアを追っ払ってる若いやつだ。なあ、あんた。もしユンボーを見かけたら、俺が探してたって伝えてくれや。すまんが、頼んだぜ。了解です。え？こっちがビビるんですけど。いちちちち。炎の真珠場、ルーダニア。なんか新しいの。祈る。試練を乗り越え、克服の証を授かりし者よ。そなたに力を与えましょう。しかし、そなたは克服の証を4つ持っていないようです。世界に散らばる祠を探し、さらなる試練に挑むのです。そして、克服の証が4つ集まった時、私の元へ訪れなさい。なるほど、なるほど。そっか。それで何か新しい力が。いや、体力が増えるんか？なんかそんな感じやったような気がするな。んで、北の、道なりに行くとこっちかな。多分こっちの方に行くと、ユンボーとやらが、見つかる。あなたは？あ、ハイリア人ゴロ。ここで何してるゴロ？いい表情だね。ここから先は廃校しかないゴロ。魔物も出るし、危険ゴロよ。そうは言ってもね。ユンボートやらを探、うい。ユンボートやらを探してるんだ。びっくりした。ゴロンが入っとんかと思った。ただの岩の上にヘルメットかぶせてるのね。あれ、祠だな。ですよね、これ。
いや、祠にも挑戦したいんだけどな。なに敵。まずはユンボを探そう。まずはね。怖い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 。ひー。ちょっと、鳥が。ちょ、待って待って待って、もう。自分に当たるよ。まずはユンボを探して、北の廃校、ここからか。あ、入れた入れた入れた。で、どうやって撃つの？これか？おい。うわ、うぜえ。めっちゃうぜえ。はあ。届かないんですけど。あ、なるほど。そのまま起爆すればいいんか。いけた、いけた。イェーイ。で、どこ？こっち？ん？あの大砲向き変えれんのか。これ上がっていきよったら狙われてやられるかな。いや、いける。いけるいける。これ倉庫。倉庫？倉庫なのか？出れないよー。この中に閉じ込められてるっぽい。よし。ってことで今回はこの辺で。めっちゃ嫌なやつ。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、背後でめちゃくちゃ助けを求めよるけど、とりあえず一旦ここで締めて、また次回助けるところからやりたいと思います。